ブレーメン4地獄の中の天使たちは、手塚治虫原作のテレビアニメ。日本テレビ、24時間テレビ、愛は地球を救うないで、放送のテレビアニメスペシャル第4弾。90分作品で、1981年8月23日10時から12時の2時間枠で放送。グリム兄弟の童話、ブレーメンの音楽隊をモチーフに、手塚自身の旧作、W3 の SF テイストを融合させた反戦メッセージ色の強い作品に仕上がっている。動物たちを主人公としているだけに、ユニコやジャングル大帝のレオなど、手塚の動物アニメからの出演も多い。人間キャラでは、ブラックジャックや、ヒゲオヤジ、アセチレンランプ、レッドコーラをはじめとして、ドンドラキュラのドラキュラや、鉄腕アトムのアトム、ピノコなどが出演している。また、手塚のスターシステムにほとんど登場したことのない、七色インコのインコが、パーティー客として出演している。本作のキーパーソンの一人、プレスト大佐は、プライムローズのキャラクター。ピラール総督をほぼそのままデザイン流用していた。そのため、2年後に放送されたタイムスリップ1万年プライムローズでは、ピラールのキャラクターデザインが大幅に変更されている。なお本作は、制作が間に合わず、オンエア前日の8月22日に当時アマチュアでアニメを制作していたDAICONフィルムに手伝いを要請するほどだった。岡田敏夫によると結局作品は、未完成のまま放映されたという。放映後に全体の約1/3が作り直されており、オンエア版は市販されていない。白猫のコーダは戦火に焼かれ、はぐれた飼い主の鳥を少年を探すため、偶然に知り合ったのんきなロバのラルゴや落ちこぼれ、軍用犬アレグロ、太ったメス鳥のメヌエットと協力して、都を目指す。道中で命を救った異星人のロンドから人間に変身できるアイテムを授けられた4匹は人間体へと変身して音楽隊ブレーメン4を結成。陽気で愉快な音楽を奏でて子供たちを魅了、たちまち国民的なアイドルへと祭り上げられるが、ありがとうございます。